それで株式会社 Vlog の菊池と申します。弊社の方で展示させていただいておりますデモの方のご紹介をさせていただきたいと思います。弊社の方はこちらのネットワークカメラの開発、それから映像をクラウドの方に配信録画するサービスのご提供をさせていただいております。で今回はこちらにありますスマートロックのキリオ様、それからドアセンサーのセキュアル様と3社でですねソリューションの連携をさせていただいております。で主な用途といたしましては、アパートなどの物件とかですね、店舗というところをもっとスマートに管理しようよといったようなソリューションになっておりまして、鍵の開け閉め、それからドアセンサーの検知、こういったところの情報を映像と組み合わせることで、本当に鍵をシェアした人が開けたのか、ドアセンサーはドアを開けた人は本当に家族にシェアし鍵をシェアした方なのかといったところに映像を組み合わせるということで、より安心安全な、管理というところができるようになります。でそういった情報はすべてこちらの手元のスマートフォンとかタブレットの方で閲覧することができるようになってますので、その場にいなくてもリモートでですね、店舗、ご自宅、アパート等の物件の管理ができるというソリューションになっております。スマートロックが開いた、それを手元のスマートフォンに通知をして、その時の映像が残るというデモをさせていただきます。まず弊社の方のスマートフォンのアプリを立ち上げていただきまして、キリオさんのスマートロックと Bluetooth ローエナジーでつなぐところからスタートします。で鍵がつながりますとロックが表示されますので、ここでロックを今ロック状態にありますので、ロックを開けるという処理をやらせます。そうすると今ロックが開きまして、このロックが開いたよという通知が今こちらのスマートフォン、タブレットの方にですね、通知されます。でその時の映像をタップしますと、今鍵を開けた人の映像を、外出先で確認することができるといったようなデモになっております。で弊社の方、カメラ、スマートロック、ドアセンサーのみならずですね、さまざまなデバイスとの連携というところもこれから追加していきたいというふうに思ってますし、ドアセンサー、スマートロックも、キリオさん、セキュラさんに限らず幅広く、パートナーを募集させていただいております。でその他にもさまざまな展示を今回させていただいておりまして、監視カメラのセキュリティソリューションなどの展開もさせていただいておりますので、ぜひ、これからもさまざまなパートナー様と連携をして、こういったソリューションをお使いいただける方に、ように、進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。